本のプレーについて、左右のレーンに落ちてくる音符が赤い線に来たところで鍵盤やターンテーブルを操作します。白い音符の時は白い鍵盤、青い音符の時は黒い鍵盤をタイミングよく叩きます。赤い音符の時はターンテーブルを操作します。タイミングよく左右どちらかの方向に回してください。タイミングが合っていればいるほど高得点となります。では実際にプレーしてみましょう。下のグルーブゲージが上がっていきます。グルーブゲージが赤に届いている状態で曲を終了するとステージクリアです。タイミングよくプレーしてステージクリアを目指しましょう。